それがお前には懐かしいものに見えてんのか？ああ、ただの石にしか見えねえけど、そのパンってのは何なんだよ？幻覚があればお前の世界のものに触れられるってことか。なんだよ、パンってのはそんな脆いのか？気になるけど俺には見えねえもんな。なあ、他にもお前がいた世界のものが見えたりしねえのか？じゃあ例えばどんなものが見えるんだ？へえ、なるほどな。確かに切り株も椅子代わりになるもんな。じゃあさ、じゃあさ、これも別のものに見えたりするのか？傘ならこっちの世界にもあるだろ？何が懐かしいんだ？へえ、それも手に持って使うんだよな。俺は手が塞がるのが嫌だからあんまり使わねえけど。じゃあこうしたら俺とお前でその傘を使ってるってことになるのか？あ？なんで急に顔を赤くしてんだ？なんだよ、最後までちゃんと教えろよ。目までそらしておいて何でもないわけないだろ。こうなったら喋るまで話さねえからな。ずっとこのまんまそのあいあいがさしてるからな。つまりお前は照れてたってわけか？お前の世界いろいろ変わってるけど面白いな。傘もパンもベンチもやっぱりどれも本物が見てみてえよ。いいんだよそれで。俺はお前が元の世界でどんなものに囲まれてどんな生活をしていたのかが知りてんだ。お前の元いた世界、俺もいつか絶対に連れて行ってくれよ。ああ、約束だぞ。そしたら本物の傘で俺とあいあい傘しような。